今日はですね、篠笛木直さんの、高橋さんにですね、作曲について、これがですね、多分篠笛とかね始めて、でだんだんですね、ある程度吹けるようになってくると気になってくるんじゃないかなと思うんですよね。そこでちょっとね、作曲編曲といえばジナさん、いえいえそんな関谷さん、三男さんのといいですねということで、お伺いして、はい、そうですね、作曲、なぜ作曲をしようと思うようになったかってところが結構ありまして、作曲する上で自分もともとは、和やしとか、盆踊りの笛しかやってこなかったんですけども、狩野先生の発表会で初めて五人衆の演奏を見させていただいて、何ですか、その発表会の目録みたいなのあるじゃないですか。誰が何番目に吹いてこういう曲を吹きますよって書いてあるんですけど、そこに何番目かにその曲のタイトルが春を待つ風って書いてあって、そこの作曲者が下に書いてあるんですけど、そのリンゴのジョニーって書いてあるんですね。はい、誰が作ったんだろうって思って、後々その五人衆の方とお話しする機会を持たせていただいた時に、オリジナル曲だったのをその時初めて知りまして、じゃあ自分で曲を作って表現されてるんだっていうのを知った時に、じゃあ自分もやってみたいなって思ったのが、作曲を始めようと思ったきっかけですかね。リンゴのジョニーに関しては何も思わなかったですか？ちょっと、なぜペンネームっていうかそういう名前なんだろうとは思いましたけど、結構でも求めたんですかね、なんかリンゴちゃんって何なんですかね、あれ長男さんの長男ですか？そうですね、長男さんの、そうなんですね。でそれそういう中で結構それもあるんですけども、あとは篠笛でオリジナル曲をやった際に、その曲の完成度によってはこれだけ表現力を出せるものなんだっていうのを改めてその実感して、しまして、で狩野先生の星の川もその時に聞いたんですけど、素晴らしい、演奏もそうですけど曲も本当に素晴らしくて、圧倒されましたね。それでそういう表現力を自分の表現として出せる楽器なんだっていうのを改めて実感して、結構篠笛の作曲をしようと思ったことのきっかけみたいな感じですかね。確かにその星の川に関して言えば、まずその狩野先生のその音色とか、のかっていう曲、もちろん素晴らしいんですけども、その篠笛の曲でしたよね。そうですね。これが例えば今もいろんな篠笛吹くますけどね、みんなでね。やっぱりそれは何ですかね、その曲を篠笛で吹いてるっていうことがたびたび多々あるじゃないですか。その星の川、狩野先生のその時の星の川はその篠笛の曲をやってるっていう、そういう印象でしたね。その何ですかね、その小沼先生とかの、オリジナルの曲とかってやっぱその篠笛の曲なんですよね。
そうですね。忍笛で吹くための忍笛の曲を忍笛で吹くっていう、それのそのそれだったですよね、星野さん。そうですね、あのまさにそのアンサンブルとか考えずに笛一貫で奏でる曲っていう感じの曲ですよね。またあれをフルートとかでやっちゃうとまた違っちゃうんでしょうしね、忍笛だからこそそのあの出せる表現力、この曲を忍笛でやるからこそっていう部分のあの凄さみたいなのありますよね、やっぱりね。そういう部分ですごく感動したのが結構きっかけだったですね。チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。お辞儀。